エドワード・ベネット・ライブリーは、アメリカ合衆国フロリダ州、エスカンビア軍ペンサコーラ出身のプロ野球選手。2010年の MLB ドラフト26巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は契約せずに、セントラルフロリダ大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト4巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、 参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスで、プロデビュー。A 級、デイトン・ドラゴンズでもプレーし、2球団合計で13試合に先発登板して0、小4敗、防御率0.88、56奪三振を記録した。2014年は、A 級ベーカーズ・フィールド・ブレイズと AA 級、ペンサ・コーラ・ブルー・ワフーズでプレーし、 二球団合計で26試合に先発登板して13勝7敗、防御率3.04、171奪三振を記録した。2014年12月31日にマーロンバードとのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。2015年は参加の AAQ レディングファイティンフィルズでプレーし、25試合に先発登板して8勝7敗、防御率4.13。 111脱三振を記録した。2016年は a 級レディングとトリプル a 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、2球団合計で28試合に先発登板して18勝5敗、防御率2.69、139脱三振を記録した。2017年は開幕をトリプル a 級リーハイバレーで迎え、6月3日にメジャー初昇格を果たした。 メジャーデビューとなった、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、ジョニー・クレトと投げ合って7回1失点の投球で、勝利投手となった。この年メジャーでは15試合に先発登板して4勝7敗、防御率4.26、52奪三振を記録した。2018年9月3日に、ディフェとなった。2018年9月5日に、ウェーバー工事を経て、カンザスシィロイヤルズへ移籍した。 2019年6月20日にディフェとなった。2019年6月22日にウェーバー工事を経てアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は3カのトリプル a 級リの a シズでプレーしていたが8月8日に自由契約となった。2019年8月8日に不審のため対談したデックマクガイアの代役として韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと契約した。 2019年は4勝を記録した。2020年は6勝を記録し、2021年もサムスンと再契約した。2021年6月2日、肩の故障を理由に、ウェーバー工事を要請された。ありがとうございます。